ねえほーまー、マカオ在住日本人ガイドのつまきです。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。この動画を見てマカオに行ってみたいなと思っていただけると嬉しいです。めっちゃマカオに行きたいってなったら、あなたのスマホとマカオをつなぐオンラインツアーがおすすめです。リアルなマカオの雰囲気を感じていただけます。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、マカオ在住日本人ガイドがマカオ旅行をおすすめする理由を7つ紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね。はい、まず一つ目は映える街並みですね。パステルカラーの街並み、中国風の趣がある街並み、写真映えする可愛らしい街並みがマカオの魅力です。ポルトガル風の街並み、歴史的建造物、印象的なランドマーク、たくさん写真を撮りたくなります。マカオ旅行がおすすめの理由、続きまして美食ですねいただきます。エクタルトもそうですし、ヤム茶とかポルトガル料理とかポルトガルワインとか中国茶とか、おいしいおいしいね、おいしいものたくさんあります。あなたたちも一緒にエクタルト食べて。うん、おいしいね。やっぱりね、旅行先おいしいものがあると気分が上がりますよね。テンションが上がります。その点マカオは美味しいものとっても多いので、ぜひぜひおすすめしたいポイントです。うん、サクサクですね、プルプル。このパイ生地がサクサクで、中の卵フィリングがプルプルでプリンみたい、とっても美味しいです。おすすめ。エクタルトは甘さ控えめで、男性の方にも人気があります。はい、どうぞ。めちゃくちゃサクサクですね。美味しいでしょ。その他にもワンタン麺とかパンとコーヒーとかマカオ美味しいものたくさんあります。甘いものとかもそうですね。チャーチャン店の独自のメニュー、香港マカオ式フレンチトーストとかね、いろんな美味しいものたくさんあります。マカオのおすすめポイントです。続きまして、マカオ旅行おすすめのポイントは治安がいいところです。マカオはカジノがあるので治安が悪いのかなと思っておられる方結構多いんですが、実はその反対で、大金を持っていても安心して遊びに来れるようにということで治安とってもいいんですね。凶悪犯罪ほとんど起こりません。女性の一人旅でも夜出歩けるっていうのはかなり大きいと思います。その代わり、まあ、観光地ということでスリだけはかなり多いので、お手回り日にはくれぐれもご注意ください。マカオ旅行がおすすめの理由、観光にお金がかからないところですね。もちろんカジノが好きな方はたくさんカジノでお金使われるんだと思いますが、マカオ世界遺産の見どころ30カ所全て無料です。日本のようにね、お寺に一つ一つ拝観料がかかるなんていうこともありません。また博物館なども無料か格安のところが多いです。なんだかも無料になりました。いろんな観光地を無料で見て回ることができるっていうのは魅力の一つだと思います。
マカオ旅行のおすすめポイント、続いてはゴージャスさが楽しめるところですね。お金がかかった貸しのリゾートがたくさんあるので、キラキラっとしたものが好きな方、それからホテルが好きな方、ホテル巡り、リゾート巡り楽しんでいただくことができます。宿泊はもちろん、宿泊しなくてもショッピングモールや館内をただ散策するだけでもゴージャスな雰囲気を味わえてとっても楽しいですよ。おすすめです。ミシュランのレストランもたくさんありますし、素敵なスパもたくさんありますので、そういったね、美食とかスパとか好きな方は試してみるのもおすすめです。続きまして、マカオ旅行のおすすめポイント、のんびりしてるところですね。ここはローリムヨック公園という公園なんですが、自然がいっぱいでね、亀とか魚もたくさんいて、子供が大好きなスポットの一つです。ここの他にコロワン島、コロワンビレッジや白砂モロ遊歩道、白砂ビーチ、パンダ館なんかもそうですね。とってものんびりしていて癒されます。のんびりってな、のんびりゆっくりしてるとこ。マカオはそもそもリゾート地ですのでね、せかせかしてないですね。香港みたいなビジネス街でもないので、街の人の歩く速度もゆっくりです。私歩くの速さはスーパーめちゃくちゃ速い。マカオの人もとっても優しいです。例えば子供を連れてバスに乗ったりすると、すぐに席を譲ってもらえます。それからマカオフードフェスティバルにいた時、とっても混んでたんですが、マカオの若い女の子がさっと席を開けてくれて、相席どうぞと言ってくれました。マカオは比較的親日の人が多いですね。マカオのカジノの帝王スタネホーさんが親日だったという影響もあるかもしれません。のんびりしていて癒されるっていうのも旅の重要なリフレッシュポイントですよね。続きまして、マカオ旅行がおすすめな理由はコンパクトなことです。小さなエリアに見どころがギュッと集中しているので、滞在時間が短くてもいろんな見どころを盛りだくさん楽しむことができます。特に世界遺産なんかはね、1日で30カ所全部回れるぐらい見どころを集中しています。それからカジノリゾートだと古代地区、古代地区はカジノリゾートが立ち並んでますので、はしごしながら楽しむこともできます。マカオ在住日本人ガイドが教えるマカオ旅行がおすすめな理由、7つご紹介しました。この動画が面白かった、役に立ったと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録、それからコメントもよろしくお願いします。コメント書くことなければ、よかろーもん一言お願いします。よかろーもんならね、バイバーイ。